どうも、ルイです。今回はですね、ポケモンカード、楽園のドラゴーナ、開封ね、続きをちょっとやっていこうかなという感じですね。じゃあ今回、2ボックス目、まあ、こちらをちょっと開けていこうかなという感じです。さあ、まあじゃあ早速、ちょっとね、開けていきますと。さあ行きましょうか。さあ見ていくぞと。あ、なんだ？ザルードね。ザルードほんとよく当たるのよ。ルチアのアピール、まあ、このルチアのアピールをちょっと狙ってますと。元トカゲね、こいつもよく当たるな。さあどうだ、あ開けたが、たったこ、お、またこいつか。まあ、以上みたいな感じですかね。まあ、次っすね、次の子。さあ頼むぞ。さあ最初はたまたまで、ノーマルのたったこってなんか出てなかった気がする。お、フライン号が来ました。フライゴンですね。フライゴンが来ましたと。見えてる。見えたぜ。あー、リアルがこいつもよく来ますよね。なんかここで、お、ブラックキュレム当たりました。ブラックキュレムいいんじゃないですか。これ当たりじゃないですか。ブラックキュレム、こっちのバージョンって確か当たりやったような
まあ、次はね、5パックいきましょう。これで15パックなんで、半分折り返しですかね。なかなかね、なんか医者が、ゲットできるんですか。あれですね。難しいな。開始の15パック目ですね。さあ折り返しの15パック目。頼むぞー。お、マシェード、マシェード当たりました。これ初めてですね。マシェード。何が来る？お、ラティアス、ラティアスですね。ラティアスが当たりましたと。こんな感じですね。さあ次は、これ20パック目でしたね。見てみましょうか。あとパックずつ開けていく。パックずつ開けると結構贅沢だ。贅沢になっちゃう。今まで1パックずつだった。じゃあ行きましょうか。これで20ですかね。20パック。どうだ。20パックだが、お、鉄の頭、鉄の頭が当たりました。初めてですね、こいつも。カプテテフ、カプテテフが当たりましたと。まあまあ、なんか前回も当たったよ。モーグルが当たりましたね。モーグルも確か初めてだった気がしますと。次で25パック目ですね。次で25パック目。この記録はちょっと緊張しますと。あ、光ってます。25パック目ですって。さあ行きましょうか。さあお願いします。さあお願いしますよ。お、ブラックキュレームが当たりました。そしてルチアのアピールと。
ん、ランドロスね。シェード。まあ、ラストですかね。まあ、ラスト30発目。さっきいく。最後です。30パック目。さあ行きましょうと。お願いしますよ、本当に。ちょっとね、途中、カードが入れ替わったりしたんですけど。ああ、ルチアマっていうのはまる。お、ああ、メガトンフロアか。フロアね。トンフロア。トレーナー。こっちね。はい。9月、ホムラ。ああ、こんな感じっすね。はい。で、今回は、まあ、ワンボック、まあ、ツーボックス目っすね。ツーボックス目開けて、こんな感じだったということで、まあ前回当たらなかったポケモンとかも当たったりと、このブラックキュレム、これが大当たりですかね。当たったことかは2枚目と。確かこれが大当たりのはず、うん、そうだね、こっちっすね。はい、ということで、まあ、今回はね、2ボックス目開けてみましたということで、まあ、3ボックス目はまた次回ちょっとね動画撮ろうかなという感じです。まあ、ポケモンカード以外にも、まあ、いろいろちょっと動画上げてるので、まあ、よかったらね、チャンネル登録の方と高評価の方よろしくお願いしますと。それでは皆さんまた。